ロピアのいい肉の日にまとめ買いをしてきました。大量のお肉は下味をつけて冷凍したので動画の後半でお見せします。まずは購入品をご紹介します。 100g59 円の鶏むね肉、 100g79 円の手羽トロ、 100g79 円の鶏もも肉、大きいもも肉が全部で8枚入っていました。 100g69 円の豚バラ切り落とし、 100g79 円の合いびき肉。普段からお肉の安いロピアですが、肉の日ということもあっていつも以上にお買い得でした。サーモンのお刺身です。 100g あたり370円です。1400円は高いなと思いましたが、家族みんなサーモンが好きなので奮発して買いました。生ハム、クリスマスに使おうと思います。ロピアのオリジナルのウインナーです。 235g 入ってこの値段でした。初めて買ったのですが食感も良く美味しかったです。とろけるチーズ2パック、1枚あたり19円です。クリスマスにケーキを作る予定なので買ってきました。近所のスーパーよりも20円ぐらい安かったです。キャンディーチーズです。ロピアに行くと必ず買うものです。鉄分入りっていうのはあまり見かけないので必ず買います。子供たちの朝ごはんに出すことが多いです。キムチです。乳酸菌入りで味も美味しいのでいつもこのキムチを買っています。近所のスーパーよりも20円くらい安かったです。納豆を3パック、子供たちが朝ごはんで食べるコーンフレーク、初めて買ったカップスープの素です。パッケージが可愛かったので2種類買ってしまいました。ケチャップとマヨネーズ、卵1パック、小麦粉です。ちょっと割高ですがサラサラしていて使いやすいので最近はこちらを使っています。お酢、チューブのニンニク、粉チーズ、みかん、塩昆布。最近子供たちが塩昆布とチーズを混ぜたおにぎりをとても気に入っていて、昆布がすぐなくなってしまうので買ってきました。めかぶ、3袋入りの海苔、人参、大根、ピーマンです。普通のものが3袋も入っていて199円だったので安かったです。白菜、舞茸、小松菜が2束で111円、とっても安かったです。お得用のオクラです。数えたら17本入っていました。レンコンです。カットトマト缶、玉ねぎです。7個入っていました。バナナ、ミニトマト、きゅうり、アボカドを2つ、冷凍のオクラ、あとはアイスとお菓子です。合計で 16,524 円でした。大量にお肉を買ってきたので下味をつけて冷凍していきたいと思います。